はい、皆さんこんにちは、ご協力の大木さんです。今日はご協ショッピングですね、 YouTube 限定のお酒の紹介をしていこうかなと思います。今回は絞りたてですね。絞りたてとは何かと考えた時に、まずもろみがあって、もろみがふかすと、酒になった瞬間が、まあ、絞りたてだと思います。通常の絞りたては、まあ、このやぶた式とか圧搾機ですかね。で、絞ってここから酒が出てきます。それで1階のタンクに行って、でそこからまずろ過とかですね、瓶詰め機に行って、それから瓶詰めされてっていう工程を通ります。で今回はですね、究極の絞りたてですね。かすと、酒になった瞬間にこの中で分離されるので、ちょっとコップがあるんですけど、ここから出た瞬間をこれで詰めてですね、出た瞬間のお酒を私が全て手で詰めます。で、すぐ閉めてキャップを閉めて、それを限定で販売していこうじゃないかと思っています。蔵見学とかですわね、蔵見学に行った時には、まあ、こういうとこから、まあ、こういう感じでお客さんには飲んでもらうんですけど、こう出して、これも今のこのコロナの、現状では蔵見学も中止してます。来たことのある人もあの味を思い出す、来たことのない人も一度は飲んでみたいと思う、ね、究極の絞りだて、これをですね限定で110本、一番いいところを私が1本ずつ丁寧に手で詰めて、数キャップして炭酸ガスがね、もう抜ける前に何もしない、何も出さない究極の絞りだて、これをですね商品化していこうと思います。こういうラベルはこういう感じでやってますんで、はい、究極の絞りだてのところに書いてますね。4号粉110本。発売はですね、4月上旬を予定しています。で、今回はですね、限定発売ですから、ホームページの方から、ご協ショップですかね、あの方から予約を、3月いっぱい受け付けまして、それから、4月の上旬に発売ということで、こちらに来られて、取りに来られるということはですね、メールとか電話で予約してもらって、4月の発売になると、取りに来てもらうとよろしいかと。基本はもう予約で。おすすめポイントとしては、まあ、出たばっかりですよね、まあ、ガスか出た瞬間に、まあ、炭酸ガスで復興するんですけど、究極に多分ガスは残ってると思います。あと新種の絞りたての荒々さ、これもまた今までにない究極の感じではないかと思います。クラテしか絶対飲めないお酒ですね。ぜひご予約よろしくお願いします。ごきょうチャンネル、これ2年目ですかね。この1月からですね、もう一個ごきょうチャンネルのサブチャンネル、ごきょうの愉快な仲間たち、当時がですね、出演編集してます。明らかに、登録者数が伸びてません。紹介数が伸びてません。2ヶ月でちょっとね、僕もやってるんですけど、明らかに伸びてませんからね、ぜひそちらの方もね、少しちょっと見てもらうといいかなと思います。はい、はい、以上、よろしくお願いします。お願いします。